はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は熊本県の不動産営業の正社員8年目、36歳の方の給与明細です。最終学歴専門学校卒業で、仕事内容は不動産の売買営業を主に担当しております。中心となる商品は一棟もののアパートマンションとなります。また、依頼があれば土地などの取引もさせていただきます。 必要な資格やスキルが宅地検物取引士と不動産鑑定士、ファイナンシャルプランナーなど、勤務時間が一日8から10時間で、収入が月収35万、年収500万、ボーナスはありませんが、固定給プラス部合制となっています。不動産業をし家庭のアドバイスとしては、未経験の方でもつきやすい職種だと思います。不動産に関する知識、えー、基礎的な知識はもちろん必要ですが、お金に関する知識が豊富に得られると思いますので、 ぜひ挑戦してみてみください、えー、給与明細で食農給22万7,000円業務手当1万9,000円役職手当10万円調整手当でマイナス588円通勤立て2900円と7100円で総支給が35万5500円そこから控除引かれて手取りが25万6877円となっています。 え今回は不動産業をしている方の給与明細でしたまあ動くお金が大きいので1棟、まあ、もののマンションとかだと、えー、まあその分給料も高くなっていますまあただ売れないと年収も多分500とかいかないのでまあ結構頑張っての感じかなって思いますえー、部合が出てない月でこれなのでまあ部合が出た月はかなり大きい給料がもらえるんじゃないかなって思う給与明細でした 今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。